トギモチセカンドです。今日はねこちらまたまた出たよ。でこれ韓国の映画館 CGV で発売されたクレヨンしんちゃんとコラボの、多分ねカレンダーなんだけどね、合ってるよねカレンダーって書いてる、なんか分からずに買ってるんだけど、ねここにもほら CGV としんちゃんがコラボしたもんってクオリティ高いって今まで何回も言ったと思うんですね。でここにもいるし、ここにものり巻きさん、のり巻きがいるね。ここで紹介したんですけど、今回これ出たよ。しかもさ、もうすでに日本だととっくにもう上映とかも終わってる映画2つなんですけど、こっちが、これなんだっけ、アッパー、お父さんはなんかロボットなんちゃらとかいうやつ、ロボットアッパーへ4スス。私これねちょっと合間合間で仕事しながら見たから、ちょっと中途半端に見てるっちゃ見てるんだけど、ちょっと感動するよね。でこれは確か大人帝国だよね。わあ、私ねクレヨンしんちゃんの中で大人帝国のヘンダーランドめっちゃ好きなんだよ。これだから嬉しいと思って、もうどっちも買っちゃいました。2つあったの。なんでこの2つが急に出たんだろうね、今上映とかじゃないのに。毎回上映とともにそのしんちゃんのなんか出てくる服装とかなんか見た目をマスコットにしたみたいなのが今まで売られてたけど、今回なんで急に昔の映画こうカレンダーで出たんだろう。ちょっとよくわかんないんですけど理由は。うわー懐かしいね。ほら大人帝国最近ちょっと見てないな。大人帝国いいよね、感動するやつね。まあでも個人的に一番好きなのはヘンダーランドなんだけどね。トッペママペットとか出てくる、トッペママペットの歌歌えるよ全部。私はトッペマ、あなたのしもべ。はい、そんなのどうでもいい。じゃあこちら開けるよ。どうやって開けるの、こうか。あ、本みたい。あ、てか磁石になってる、すごいなクオリティ。じゃあ、うわー、なるほど、これは入れ物なんだ。てかこれ登場人物結構何みんな出てんのかな、こんな感じ。後ろ表はねこういうパッケージで、後ろはこうなっております。だからこの映画の一場面っていうか、こう有名な場面と登場人物とみたいなのがこうやって出てる感じですね。開けるとここにこれ箱だからカレンダーはこう別で入ってます。でこの箱もいいよね、またなんかちょっと入れるのにというか、ちびもちにあげようかな、なんか自分でなんかしまいなみたいな。なんかいろいろ入ってるよ、ほらこんな感じで。え、待って、クーポン入ってんの、すごくないこれ。ほら割引クーポンが入ってる。なんかポップコーンとかドリンクとかスモールセットとか炭酸飲料だけとか、あとポップコーンとコーラのセットとかも売ってるね。すごいじゃんこれ。あ、決まってんだ。1月は炭酸飲料無料で代もらえるの。え、3月すごいよ、スモールセットだから、ポップコーンと飲み物のスモールセットが無料でもらえる。え、めっちゃいいやんこれ。え、どうしたらいいんこれ、これだけ持ってたらいいんかな。あ、なんかここスクラッチしてくださいって書いてる。あ、クーポン番号が入ってんだ。あー、なんかこれを持ってくわけじゃないや、カメラで QR コードを撮影して URL 飛んでからなんかしなきゃいけないんだな。でスクラッチしたここの番号を入れてできるんか。え、ちょ今日さ、オリニチップちびもち迎えに行った帰りに無料ドリンクもらおうかな。え、めっちゃいいこれ。え、これついてんの、めちゃくちゃいいやん。何これ。え、これは何、あ、スティッカーブック。スティッカーブック、シールブックってことだよね。待って、表これだったんだけどさ、なんかカサテープっていうかビデオテープ、昔の懐かしい。だけどこっちで、トッペはいるんだけど、どういうこと？これあれやん、私がさっき言ってたヘンダーランドやん。マジでもこれは待って、まず1ページ目がこっち、ブリブリ王国のやつだよね。でこれ私これめっちゃ好きなの、ハイグレ魔王のやつだよね、めっちゃ好き。そうだから私ヘンダーランドと大人帝国とこのハイグレ魔王、これが一番好きなんですよ。この3つがすごい好きで、うわでもこのブリブリ王国のやつも好きだな。うわ懐かしい。あ、このさ、ほら江戸時代かなんか戦国時代行くやつ、これめっちゃ好きだった。あ、こっちヘンダーランド、マカオとジョマいる。やばい、めっちゃテンション上がるんだけど、なにこれ。うわうわうわ、やばい、うわこれもう好きな映画ばっかり。全映画が載ってんじゃないよね、多分なんかこう抜粋してんだよね、人気だったやつこれ。あ、温泉のやつもある。あー、これも見たね、これ、猿がいっぱい出てくる、アフロのおじさん、この人。これも面白かったよね、なんか船の旅行しててとかのやつだね確か。で、あー大人帝国だ。こっちの侍の、これ私あんまり記憶にないんだよな、どんなんだったかな。これ
大人帝国この2人の感じいいよね。この昭和というか、なんか私もさ、もし昭和の時代で生まれてたら、こういうなんかお姉さん、なんていうの、なんか安室ちゃんとかがさ流行ってた時代って、安室ちゃんスタイルなのかな、これって。いいね、絶対安室ちゃんにハマってたわ、もうちょっと早く生まれてたら。で、こちらじゃん、あー、これめちゃくちゃ面白かった、ヒッチハイクしてたやつだ。このシーン好きなんだけど、いいね、この映画と、このカウボーイのやつね。はいはい、カウボーイのやつ。私結構さ、思い出したけど、夢のやつも好きなんだよね。なんか悪夢、女の子が転校生が一人来て悪夢の戦ってる話、あれも結構好きなんだけどね。出ないのかな。あとこっちがなんか、どれだろう、あ、サンバのやつだよね多分これ、ほら。で、お次が、そうなんだよ、私ね、ある一時からしばらくしんちゃん見てない期間があって、その期間に上映された映画って結構知らないんだよな。だから多分この時期だよね、この2つも私知らないわ。めっちゃクレヨンしんちゃん好きとか言いながら、好きなんだけど、昔めっちゃ子供の頃から、中学生ぐらいまで好きで、そっから高校入ってぐらいからしんちゃんが抜けてる時期があって、私なんかその時期からエヴァンゲリオンに思い出してそっちに行っちゃってさ。で、また大学院卒業して留学してぐらいから結構しんちゃんまたハマったんだよね。ほら、だからこの辺知らないで、この動物のやつとか、この辺ね、これも、あれこれなんか大人になってるな、風間くんが。うわ、これも見てないわ。うわ、見てないのめっちゃ多い。あー、でもこの辺はちょこちょこ見てるな。もうそんな何回もリピして見たわけじゃないから。あ、これは結構見たかも。あのひまわりがあれだね、誘拐されてのやつだよね多分。ひまわりの王女様みたいな感じで、誘拐っていうかあれだよね。あー、 B 級グルメのやつも見たな。なんか、あとこれロボット、パパお父さんロボットのやつだよね。うわー、ちょっと待って、全部紹介しちゃう、もう本当に好きすぎてごめんなさい。なんかもう私の世界に入ってるけど、だからなんだっけタイトル、夢見ワールドとか、なんかなんだっけ、転校してきた子のお父さんが子供の悪夢を取るためにみたいな、でみんなの夢を吸い取ってみたいな。あ、こっち、あ、これ、あの引っ越しのやつだ、ほら、ブラジルかなんかを、あの行くやつ、ブラジルなんだっけ、どこの県だっけ、オレイのやつだよね私さっきのさ、あのサンバのやつとちょっとこれ混ざってんだけど、うわー、この辺見てないな。多分これ忍者のやつで、こっちがなんかエイリアンかなんか宇宙人かなんかのやつで、こちらが、あ、この辺も見れてないの私。だから結構抜けてるわ。何これ、パンツくんみたいなのがこの辺いたんだけど今かわいい。これ絶対でも面白いよね。うわー、でもラッキーかも、抜けてる部分私見てないから、ネットフリックスとかで面白いのいっぱい見れるやん。あ、これあれだね、花の天かす学園とかいうやつだよね。これはね、ちょこっと途中だけ仕事しながら見たけど、これちゃんと見たいなと思ってる。こっち忍者か。で、お次、あー、最後これいろんなのシールになってる。うわ、いいねこれ、めちゃくちゃいいやんこのブック。で、次これなんですけど、カレンダー、こっちがまあメインだからねじゃじゃん、はい、映画館でしんちゃんがポップコーン食べております、白と一緒に。動物禁止だよね映画館って、白お利口だからね。てくよ、わー、あー、こっちすごい、これ見て、私の好きな映画が3つ入ってる。これ面白かったよね結構、戦国時代のやつとか、ほら、ハイグレ魔王いる、ミミコくん2人いるし、あー、これあれだ、ハイグレ魔王の時の当たった時のあのカードが、あのなんか駄菓子屋みたいなとこでおばさんがあのあれ仕組まれて、本当は偽物だったんだけど、当たりが当たった時のやつ。わっ、マカオとジョマとか、かわいい。わっ、こっちもマカオとジョマ、いいね。あのヘンダーランドのやつだねこれ。2月は、3月は温泉のやつだ。かわいい。ちょっと全部見せてたらさ、ネタバレになるんかな、見せない方がいいんかな、っていうか長すぎるよね動画がほら、大人帝国とか、これいいね、めっちゃかわいい。待って、パラパラと私が抜粋するしかないな。あー、でもいい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 、選択がいい、やっぱ人気のやつをここに。あ、これ何、こんなシーンあった、このドラマ見てないかも。私の大好きな、ほら、あのシリマルダシが出てる、もうここだってシリマルダシいるんだよ。私これ好きすぎてさ、シリマルダシ買ったからね、本当にお尻がだけが人間になってる、尻が丸出しっていうあのクレヨンしんちゃんでさ、しんちゃんのさ、おもちゃ箱、おもちゃボコだけどね、あれ書いてるの、おもちゃ箱の中によくこうやってこう入ってるやつ私このシリマルダシがめちゃくちゃ好きでさ、っていう、ちょ、この映画見なきゃな、これなんだ、ブリブリ3分、あ、これか、あれ見てないんだよまだ、見たんかな。ちょっとなんかさ、私ネットフリックスで見るときだいたい仕事しながらさ、ちょっと頭半分で見てるから覚えてないのいいんだよね。うわ、かわいい。待って、でもそうなってくるとさ、こっち大人帝国の方、これカレンダーどうなってんの。だってカレンダーさ、これ全映画がいろいろ載ってるじゃん、一緒かな。ちなみに
表はこんな感じで、後ろもほら大人帝国のこの、わあこのね、2人が乗ってるのいいよね。この女の人綺麗だよねはい、あ、一緒かな、だってこれクーポン一緒だよね。だから言ったらさ、これ私2つ買ったから2つのこの QR コードとか番号があるから、これ2つともどっちも使える、だから2個もらえ、2個ずつ全部もらえるってことか。あ、これシール同じっぽいな、中身一緒だよね多分。あ、一緒一緒。あ、待って、これさ、カレンダーも一緒じゃない。ほう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 、一緒だね。めっちゃテンション上がる、これ。っていうか、クーポンついてんのめちゃくちゃいいやん。なんかさ、若干これはあの、日本でいう正月のあの、お年玉袋じゃないんだっけ、福袋みたいな感じだよね。クーポンついてるし。まあ、こんな感じで開けてみました。以上、韓国の映画館 CGV で買える、しんちゃんとコラボしたセットでした。